23丁目投稿者の外観23丁目投稿者のアップ21丁目投稿者ニューヨーク市スクールオブビジュアルアーツはニューヨークのマンハッタンにある芸術大学1947年に設立され全米美術大学協会の加盟校である共同創設者のサイラス・エイチロード並びにバーン・ホガースが挿絵漫画学校カートニス・ツ・イラストレーターズ・スクールとして 見学した1947年、教師3名を雇い、入学生35名の多くは、第二次世界大戦の機関兵であり、政府の退役軍人補助法の元授業料の大半を免除されていた。公明は1956年に、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ・スクール・オブ・ビジュアル・アーツに解消、第一期の学位授与は1972年である。 学位は1983年に絵画と素描、彫刻専攻に対して芸術修士を追加した。教職員は2016年時点で合計1000名超、学生数は3000名超を数える。学部には学士課程11講座、大学院に修士課程22講座を置き、中部州大学各種、学校連盟校東京育連絡会並びに、 全米美術大学協会に加盟する。学部で、インテリアデザイン専攻生の学士号部派は、インテリアデザイン学位協議会の認証学位である。専門機関の認証資格を取得できる、修士号は、美術療法専攻生の修士号、MPS、美術教育学修士号である。見学50周年を記念し、1997年に、ジョージ・チェルニーによるロゴが決まりその後、 2013年に更新された。当学では社会人教育としてほとんどの専攻科目を受講でき、学位取得の対象ではない。スペイン語による授業をアブロスディセニオとしてまとめ、宣伝、ブランディング、漫画、著作権、イラスト、マーケティングを開講さらに実務面の職能開発や研修を用意し、下記講習にはレジデンス生を受け入れる。EN Continuing Education EN, Professional Development EN, Corporate, ト,トレーニング短期海外留学制度があり、渡航先と研修科目は多岐にわたる。ありがとうございます。